愚痴です。武井さんの切り抜き動画の日本サッカー選手が欧州選手より足が遅いのはダメだ、スピードを鍛えるべきという話をサッカー部の友達に教えたら、練習後にスピードも鍛えるのは怪我のリスク高くて簡単じゃないと怒られました。親切心で教えたのに、次は重さの処理と回復が下手だから怪我をするって話をします。だってまあさ、だから練習後にスピードも鍛えるのは怪我のリスク高くて簡単じゃない。練習後じゃなくていいじゃん。練習中に鍛えればいいじゃん。ね。なんで練習中にそれが鍛えられないのっていう。ね。で、それはもしかしたら、まあ、持久力とかさ、わかんないけど、他の技術のことに特化しているからだと思うけど、だらだら長い練習が多いだろうから、日本のサッカー部がね、10キロ走れとかさ、わけわかんない練習多いから。まあ必要だと思うけど、サッカーは長くずっとダラダラ走る能力も必要だと思うし、でさらにスプリントも必要だと思うけど、でもあの年になってもまださまざまなチームに呼ばれて、日本代表でもレギュラー取ってる長友佑都がスピードを磨くためにタレントの俺の自宅まで来て走り方を教えてくださいって来てるっていうね、練習の後にだよ。そういう選手がいるのに、あのサッカー部でまだ何の実績も残してねえようなやつが、それはリスクが高くて簡単じゃないっつってやらないんだったら一生追いつかねえわな。一生追いつかないと思いますよ。回答ありがとうございます。サッカー部の友達にこの動画見せてやりますよ。これからも応援してます。よろしくお願いします。